話って何？修二さんは最近のことどう思ってるんですか？ああ、ただの幼馴染だけど。本当にそう思ってるんですね。どういうこと？ただの幼馴染だと思っているんなら、俺が最近に告白しても何とも思わないですよね。もし俺がリコのこと好きだって言ったらどうする？あいつ昔っから単純だし、抜けてるとこばっかだし、人の心の中土足でずかずか上がり込んでくるし、しゅうちゃんしゅうちゃんってつきまとってうるさいし。でもさ、あいつ俺の写真好きだって言ってくれたんだ。ただの幼馴染のガキだと思ってたけど、ここで再会していつの間にかそう思えなくなってた。俺もあいつのこと、リコのことが好きだって気づいたんだ。修二さん勝手ですね。修二さん、半年後にはいなくなってるんですよね。なんでそれ知ってんだよ。夢だかなんだか知りませんけど、その時佐伯も一緒に連れて行けるんですか？俺はずっとそばにいれます。佐伯のこと守ってやれます。追加するんでしょ。さすが新た、仕事熱心だな。その佐伯、スマホでいいよね写真。いや違うんだよ。ん？聞いてほしいことがあるんだ。どうしたの？何改まっちゃって。俺佐伯のことが好きなんだ。え？でも今まで友達で。俺は友達だと思ったことは一度もない。ずっと前から好きだった。ごめん。私好きな人が。私やっぱりしゅうちゃんが好きなの。だから新たな気持ちには応えられない。ごめんなさい。でも修二さんは最近のこと。え？いや何でもない。俺待ってるから。佐伯が俺のこと見てくれるの。半年でも1年でも。払った。
気まずいよな。それは、はい。俺のせいでごめん。謝ることないよ。気持ちは嬉しかったよ、もちろん。でもどう接していいかわからないんだ、これから。今まで通りは無理かな。でも仕事してる時ぐらいは佐伯と今まで通りでいたいし、プロジェクトも最後まで一緒に成功させたいと思ってるから。って俺のわがままだけど。私も最後までお手伝いしたい。ありがとう。しゅうちゃん、この間撮った写真見てもらってもいい？ごめん、今ちょっと忙しいんだ。そんなに睨んだらたこ焼きがまずくなる。それは困る。何？リコが食べたいって言ったのにテンション低い。よしの、びっくりしないで聞いてくれる？何？実はね、昨日新たに告白されたんだ。え？もうびっくりしたよ。だってずっと友達だって思ってた人からまさかの不意打ちで告白って。あれ、吉野あんまり驚いてないね。リコ気づいてなかったの？え、気づくわけないよ。え、吉野は気づいてたの？だってバレバレなんだもん。嘘。それでどうするの？もちろん断ったよ。新たには悪いけど、やっぱり私はしゅうちゃんが好きだから。リコ、この気持ちこそが本気なんだって分かったんだ。そっか、忘れられない初恋が現在進行形に変わったってことね。私これからはしゅうちゃんに素直な気持ちをぶつけてみる。写真のレタッチ見てくれる？ごめん。しゅうちゃん、向き合ってるかな。よっ、撮れた。見て見て、撮れた。全然撮れてないし。何？なんだよこれ。アニメっぽい人を乗せたら分かりやすいかなって思ったんだけど失敗なんだよね。うわ、ひどこれも。そう、ひどいこれ。ひどいわ。そう、これ資料に使おうとしてたの。そうで、その辺かな。あ、でもね、もう一つね、こう書いてあるのあるんだけど、あんまり気に入らなかったんだよね。こっちどうかな。うまっ。こっちの方がいい。賑やかね。二人見てると学生の頃思い出すわ。
これはちょっとした思いつきで、ただの一案だから、しゅうちゃん、今週撮影手伝ってもらえる日ある？悪いけどその企画俺手伝えなくなったから。え？ちょっと出てきます。ちょっと待って。しゅうちゃん、どうしたの？黙ってても何もわからないよ。なんで私を避けてんの？別に避けてるつもりはないよ。でも、そもそも今回の協力は写真を撮るだけ。ごめん。